まあ、みんな考えはバラバラだったね。回収すべきだっていう人もいれば、しないべきだっていう人もいたし、ニューロアンプの技術、最大限活用すべきだって人もいたし、いや、危険すぎるからやめた方がいいって人もいた。さて、皆も知っての通り、私たちはインフィニティリミテッドによる人体実験の失敗と委託殺人について SSNN を通じて暴露することに成功した。世間は彼らの指導者ルーカス・ドレクスランが裁きを受けることを求めてる。そして今この瞬間にも彼は辞表を書いてるはず。竜神は声明を発表するわ。けれど今こそがインフィニティリミテッドを買収する絶好の機会だと考えている。異論は？インフィニティは救済に値しない。腐らせておけばいい。技術的な恩恵はほとんどありません。当社は以前からインフィニティリミテッドより進んでいました。競合他社は叩き潰すべきよ。相手を失敗から救い出してやる義理はありません。弱気な判断ね、マサコ。あなたも自覚しているはずです。ここに私はマサコを CEO から解任する動議を提出します。ウラル、その一線を越えれば後悔するわよ。そしてお前が内通者であるということは、解任されるべきは他でもないお前だ。待って、私たちに嘘をついたというの？ダルト、最後に会った時君はイモジェンがスパイであり対処したとはっきり言ったな。そう、今、ウラルの話題に入ったな。イモジェンは無実だ。彼女はウラルの悪事を暴くために重要な役割を担った。そんなハレンチな言いがかりを証明する証拠でもあるの？もちろんあるとも。ルーカス・ドレクスラーのコンピューターにマサコを陥れる虚偽の証拠をアップロードするプログラム。お前がこのスレートに仕込んだ悪意あるコードだ。はっきり言うわ、ウラル。あなたはクビよ。退職者面接が行われるまで保安部があなたの身柄をオフィスに拘留する。そんな横暴な！少なくとも辞任する機会は与えられるべきよ。そしてあなたが競合他社に自分を売り込むのを許せと？そうはいかないわ。これは私も初耳だし、証拠は精査させてもらうことになるけれど、何の報いもなく逃げることはできないわよ。失業を楽しんでくれ。セキュリティ、ミズ・チェンを彼女のオフィスまで連行し、交留しろ。後悔するわよ。あなたたちみんな。唯一の後悔は君を一度でも信用したことだ。いいわ、議題に戻りましょう。インフィニティリミテッドの買収に賛成の者は？なし。少しだけ時間をもらって失望を表明させてもらうわ。特に心変わりしても問題ないと考えた人たちに対してね。インフィニティリミテッドを買収すれば大幅な成長をもたらし、我が社のイメージも向上するのに。役員会の決定に立てつくつもりはないけれど、長期の問題は短期の問題よりもはるかに重要なのよ。そして竜神の利益こそが私たちの最優先事項のはず。他に何か提案したい人は？これ、マサコ、先にマサコをマインドコントロールしておけばよかったのでは？内蔵ニューロアンプを市場に出すには危険すぎる。内蔵ニューロアンプは少なくとも今後10年間の竜神インダストリーズの成功を支える鍵よ。ようやく完成させたのに、どうして棚上げに？人の自由意志を奪うものだから正しくない。こんなことを言うなんて我ながら信じられないけど、その通りです。プラス面はともかく、マイナス面が道徳的にも倫理的にも無責任すぎて前に進めるわけにはいきません。めっちゃまともなこと言ってる。世間がこの技術の真の性能を嗅ぎつけた瞬間、激しい反発にさらされることになる。いいわ。ドミニオン計画の棚上げに賛成の者は？賛成。ああ。ビーナ、ドミニオン計画の保管準備を。他に提案したい議題はない？それでは本日の議題を終わります。これ私どうなるかな、首かな。一日が24時間じゃ全然首かな。今日は外見にそうね。私が思い描いていた決定ではないけど、あなたたちの考えはよく分かったわ。あ、してやったりみたいなセリフが。これで内臓ニューロハンプの危険性が分かっただろう。確かにそうだけど、それでも有用性は証明されてる。でも事実は変わらない。ルーカス・ドレクスラーは厳しい教訓を学び、私たちは裏切り者を暴いた。あなたは竜神にとって得難い存在であることを証明してくれた。これで昇級も期待できるかな。その件についてはすでにリンデンと話し合った。ええ、あなたは今後昇級するわ。ウラルの行動を暴露するためのあなたの働きには本当に感謝してるわ。これほど徹底的に身内を調べることになった工作員は他にはいなかったから。あなたはまだ新人だったし、さぞ大きなプレッシャーだったでしょう。クビにされるような雰囲気ではないな。むしろこの人何言っても冷静だな。竜神がトップであり続けるためには必要なことは何でもする。私も全く同感よ。イモジェンのあなたに対する直感は正しかったわね。さあ、約束通りボーナスよ。今までの仕事に対して適正だと思ってくれればいいけど。そしてあなたを上級工作員に昇格とするわ。十分にその価値を示してくれたからね。ありがとう。よくやってくれたわ。詳細については事業部のフロアの係員があなたに説明してくれるはずよ。おお、たくさん報酬。いやにしても結構ややこしい任務だったよ。裏切り者、内通者がいる中での議題の取り決め、マインドコントロール。これがメインでいいんじゃねえかってぐらいのクエストだったな。俺今メイン放置してるからね。確認してみたところ、これにて勢力タスクが終わった。竜神インダストリーズの。で、これは自由構成同盟の別の勢力タスクが発生してて、で、タスクというひとまとめになったところに、イモジェンと話が発生してるから、イモジェンと話しに行こう。あ、事業部に戻ってるイモジェン。どうも。身の潔白を証明しましたよ。あ、もしもし。まあ、あなたのおかげで我が社も随分変わったわ。まだウラルが私を陥れようとしたなんて信じられない。私の判断は明らかに甘かったわね。でも、それも全て過去のことよ。これからは普段の日常に戻らないとね。オフィスに戻れてよかったな。戻ってこられてよかった。あとは山積みの書類さえなければね。まあ、あなたは新入りだから対人で行ってたけど、任務の大半はミッションボード上で確認できる。うちの技術班が用意し、私が承認した任務は全て役員会が管理している。何か質問は？大丈夫です。あ、待てよ。ミッションボードって。まあ、この話が終わってから自分のオフィスで確認して。常に私の相手をする代わりに、自分の好きな任務を自由に選べるコンピューターのようなものと思えばいい。自分のオフィス？よろしい。昇進したことでオフィスが与えられる。イエイ。準備ができたらいつでも自分専用のミッションボードを室内で確認できるわ。そして最大の特典は、自由な時間に働ける。ああ、それから、おめでとう。やったー。待っているわ。ボードをチェックしてきなさい。フレックス製だ。これ前オフィス？おう。あれなんかサプレッサー付きの便利な武器置いてね。そんなに広くはないけど。あ、金庫が。あら、ここにもサプレッサー付きの武器が付いてる。ハンドガン。デジピックも。クレジットもなんか知らんけどたくさん入ってる。ありがてえ。仕事が入ってる。報酬、あれ、報酬なんか少なくね？まあいいや。上級工作員になるとこんなところがもらえるんすか。そっか、政子が言ってたその上級工作員に上がったことの詳細は事業部の役員が説明してくれるはずよって言ってたのはイモジェンのことっていうね。なるほど。いや、てっきり竜神のアパートがもらえるのかと思ったら、オフィスがもらえるっていうね。ちょっとここに金庫あんならさ、資源一旦ここにしまおう。やっべ！資源全部入った。これ消えないよね、金庫なんだから。消えるなら金庫の意味ないよね。で、ちゃんとした自分専用のストレージができるまでここにしまっとくとして、今船にしまってる分もあるから、だいぶ重量に余裕ができた。重量の半分以上を、主にこの素材系アイテムがね、占有してたんよ。で、そう。まあ、上級になって、あとは精力タスクってよりかは、ここから好きにミッション受けろってことなんだろうけど、まあ、この竜神インダストリーズのメインタスクは終わったってことで、なんだかんだでそれで貯まった金が、なんと16万、もう17万近いクレジット。素晴らしい。家買いに行こう。金貯めてきましたよ。大変だろうけど、そうだな。あれ ?1 万クレジット？すべて揃っているな。素晴らしい。君が家を完全に自分のものにしたことを誰よりも先に祝いたい。書類を片付けないと。ああ、払った。あ、1万クレジットって表示されたのは何なんだろう。オーバーフローでもしてたのかな。あ、何やと思われ。ただ、家、マジでアイテムなんもねえんだよな。一旦行ってみるか。トラッキングできるものがなんもなかったから、マジで自分の家どの惑星だったかわかんなくなって、探すの超大変だった。あ、何やともあれ。これで完全にマイホーム。マイホームなんだけど、お！あるじゃない、装飾がこんなわかりにくいとこに。あるじゃない。ちゃんとできるんだね。さすがにね。なんかちょっと今のところ外が装飾できるとかなさそうだけど、フォールアウト4みたいに。こういうところはさすがにできていいよな。よし、これで物資全部ここに持ち込める。この辺大規模回収して、周りもちょっと探索してみるか。こういう惑星ってね、周辺探索してみて初めて不明なロケーションが発生したりもするからね。なんなら反対側に工業拠点なんてあるらしいけど。よし、追っ始めよう。はいと、まあそんなこんなで周辺探索したり、ちょっとオブジェクト置いたりもしたんだけど、資材が全然足りん。もうここに関してはソファーしか置けてないし、この辺にはまあなんだろう、モニターつけてみたり、謎のコンソール置いてみたり、あとこれ船のコンソールかな。これ船の中に置いてあるやつと同じ。そして2階に、2階って言ってもマジでここしかいじってないんだけど、武器とかをね、飾れるクレート。ただこれ、刀とかが入らなくて、限られた重火器しか今のところ入らないっぽい。まあちょっと、レア度の高いものはこの辺にしまっておくとして、あとは今まで散々バッグを圧迫していた資源を全部この中にしまうことができたんで、まあただ、全部一つにしまうことはできないんで、これがいっぱいになったらまあ隣にしまったりして、これでだいぶ手持ちは楽になった。重量もね、質量か。135分の59でかなり余裕ができた。で、ちょっと一つ気になるのは、この惑星、エクリプティクの拠点というか放棄された拠点があったんだけど、そこで敵を倒したり、で、アイテム探索とかしてたら、こんなものが手に入って、知覚 AI アダプター。これどうも金製品らしくて、警告のポップアップが出たんですけど、どうもこれを友人惑星に持ち込むと、金製品であるとみなされて、スキャンかかるやつね。没収されるらしい。だけどこれめちゃくちゃ価値高いんだよね。15,000 クレジット近い。だから、ただ今のところ持ち込む手段がないんで、売却のために。売却以外に使い道があるのかわかんないけど、まあ、ひとまずしまっておこうかと。金製品のスキャンを逃れる方法があるのかなって考えてみたんだけど、船強化したらいいのかなって思って、ニューアトランティスの港のところに船の取引してくれる人いたけど、一番いい船でも25万クレジット、安めでも6万か5万クレジットぐらい金がかかるんで、まあ、せっかくならまたがっつり金貯めて一番いい船、カスタム済みの船が欲しいんで、25万クレジット今度貯めます。今65,000クレジット。あとは、モンスター狩りなんかをやって、ステルススキルをめっちゃ上げました。めっちゃ上げて、もうランク4の解除も可能状態なんで、次、スキルポイント手に入ったら、これでステルスマンになろう。あと今、カメレオンヘルメットっていうのを手にしてて、これどうなるのかというと、隠密状態に入ったら、岩とか、まあ、近くのオブジェクトに同化できるらしい。まあ、動いたら元に戻るんだけど、一瞬立ち止まって姿をめくらますにはいいものかもしれない。ちょっとこれ装備してやっていこう。じゃあ、勢力タスク、散々勢力タスクもやったことだし、メインミッションやりますか。なんだったっけ、もう舞台名も忘れちゃった。これやってこう。一応ね、自由構成レンジャーの勢力タスクも発生してんだけど、まあ、そのうちやるとして。ニューアトランティスへ行きましょう。いや、久しぶりに来た気がする。ご用があればお申し付けください、船長。サラさん。あれ？サラさん、外出ちゃう。それで、仕事に取り掛かれる？やります。そうだ、コンステレーションだ。昔ながらの調査を始めましょう。つまりアーティファクトと知られずに人々の間に渡ってるかも。各地の知人に妙な金属の物体を見つけたら教えてもらうようにしてるの。ほう。探しに行けと。私も同じように感じた。それだけじゃない。この機会にあなたに対処できる力があるかどうかを見たいの。今回は私が同行する。え？そうなの？ついてくるの？まずはマストへ向かいましょう。それからあなたの経歴や行動様式は問わない。 UC 警備隊をここに出動させなければね。コンステレーションのメンバーは各自の判断で動く。わかった？はい。よし、それじゃあ一緒にニューアトランティスをちょっと見に行きましょう。あ、同行するんだ。そうなんだ。クルーになった。私、もうすでに、竜神の上級工作員ですけどね。経経歴は何でもいいっつうなら、まあ、何も言わないよ。ここか、ヴァンガード。さあ、また新人探検家か？市民権得られるとか今言ってたな。まあまあまあ。わかったわかった。一応誘っておかないとな。私はサラの再入隊だってまだ諦めていないんだ。こういう遊びなの。彼が誘い、私が断る。こんな情報があるんだ。モアラという名のヴァンガードの志願兵がいる。太陽系？そんな任務なんてどの提督を怒らせたの？あいつは火星生まれの火星育ちなんだ。このモアラが金属製の珍しい装飾品を周りに見せびらかしているという噂だ。おう、太陽系？はい。太陽系にはたくさんの惑星があるが、モアラほどの古参なら定期的にシドニアに出向くだろう。つまりバーに顔を出してるってことね。何？パトロールの合間のリフレッシュは悪いことじゃない。オッケー。サラのためなら喜んで。まったく。ちなみに勧誘の件は本気だからな。シドニアはね、もう行ったことあるんだよね。じゃあ行きますか。ここにいる間に取引所で物資を買い込んでおきましょう。あ、宇宙服着てる。シドニアは火星の過酷な環境から町を守るため地下に築かれた。賢い選択だったわね。前シドニアに来た時に一般人か誰かが火星への移住を成功させた、地球からなんかそんなことを言ってたから、2330年の地球もう住めなくなるような環境にでもなったんでしょうね。まあ、実際不毛地帯だったし。ラックスコンドに何があるってわけじゃないけど。そうだ、ここ前バーはあ、バーこっちだわ。こんな窮屈な場所で煙と埃に見せ返りながら暮らすなんて想像できない。草も木もない。あまりにも憂鬱。手短に話せないなら黙ってろ。その方がみんな幸せだ。ヴァンガード探してます。奴はいないよ。パトロールに出てったきり戻ってきてない。あ？漆黒の海って何？他の呼び名があるのか。外宇宙のことよ。どうも。ああ。それなら聞いてる。3、4週目から奴はそのことしか話さなかったからな。なあ。俺だって同じ火星人を助けたいとは思ってる。ツケがある。しかも戻ってくるかわからない。だいぶ溜まってる。常連だからしばらく多めに見てたんだが、このまま払われないとなると問題だ。仲間はあなたの代わりに話してくれます。え、私がツケを払う？嫌です。説得。おいおい。金とモハラの命はどっちが大事なんだ？ああ、確かにそうだ。もっともだ。私たちなら見つけ出せるかもしれない。あいつは見つからないのかもな。はい。なんでやねん。何言ってるのかわからない。そこまでだ。払わないなら出てけ。わからずや。サラ助けて。見飽きてるのよ。ツケの金額をサバ読みしたって認めるシーンまで巻いて。俺が嘘つきだったのか。今すぐお前らをこのバーから放り出すぞ。やめてって。よそ者が2人来て自分しか知らない情報を求めてるんだもん。金額を下げて。私たち別に他の方法で探したっていいのよ。わかった。ああ、どっちみち1000くれか。割引ってことか。数えさせてくれ。最後に来た時モアラはレディーラブのことを叫んでた。金星？惑星一つだけなんてパトロールのルートとは言い難いわ。これで終わりだ。わかった。金星に行ったんだ。最後に目撃された時は太陽系をパトロールしていた。そんでもって金星に行ったかもしんない。金星。金星これ。うわ。